こんにちは、速化塾の久保です今回も暗号通貨の世界についてお話しようかと思いますけどもなんか FTX がもうね破産状態というかもうこれ破産ですよねこの地上からこの会社姿を消しますと同時にお預けしている投資家さんの資金もなくなります ひとところによると32兆円ぐらいが失われたというふうに言われてますしあの中国のね不動産大手恒大グループからも30兆円ぐらいの債務不履行が起きるということで共にデフォルト状態ってことですよねということはこの地上から60兆円ぐらいのお金が消えていくっていうことになりますその関連した資金も考えると、まあ、その影響どのぐらいになるのかなと思いますけどもどうなんでしょうね で大きなインパクトがありましたけども金融市場全体から見ると実はこれでもねそんなに大きくないということも言えるんですよでいろんな指標があるんですけども大体1日にやり取りされる金融商品の1日のですよ値動きっていうのは700兆円ぐらいあるそうなんですよこれ別の指標もありますのでもしかしたらもうちょっと大きいのかもしれませんしまだまだ小さいのかもしれませんただ今回仮に700兆円が1日にやり取りされるというふうに想定しますそうすると この高台グループと FTX のこのね30兆円30兆円合わせても全体の1割にも満たないわけなんですよただ1割にも満たないようなこの金額の破綻に関して消滅の危機に関して何で市場がこう全体反応するかっていうと先行き不安なんですよねで不安な感情で上下する価格っていうのは言ってみれば実体のないバーチャルな金額の世界なんですよっていうのが大体に実際の資金が100兆円あるとして 運用するお金っていうのはその100兆円にレバレッジを利かしてだいね1000兆円とも言われるわけなんですよこの辺がねだから実態がつかみ,みにくいんですよねどこまでが実際に有効なお金なのかそれとも二次的なお金として信用していいのか例えると,と言うと私がね今家を持ってますよねこの家の価値が3000万だとするじゃないですかそしたら家を持っていながら3000万を担保に1000万を借りることができるんで合計4000万の資産が あるるっていうことにもなるんですよそしてその4,000万の資産を元に例えば新車を買います新車500万ですってなると4500万の資産を作ることができてあら不思議万万のもののももから 4, 万を作ることが普通の人でもできちゃうんですよねしかもその3,000万の資産だってローンの返済中だったらまだそのうちの10%か20%しか買い取れていないのにそういうふうな担保価値を持つっていう不思議な現象が起きるんですよ。 こうやって金融市場っていうのは実体の経済よりも大きく大きく育っていくってことがあります当然ですけどもこれがグローバル経済になってきて国の国境がどんどんなくなっていってね別の国にも新しい価値を求めていくんだるとその期待感からあのこの相場っていうのは広がっていく可能性が高いんですよねで暗号通貨も一時期そういうふうなところがあったんじゃないかなと思いますイーロン・マスクさんがビットコインを買いましたってなると一気に1ドル1 b ビ c がシーが 500万円を超えて700万まで突破しましたけれどもあれは異常な過熱でこれからの期待を盛り込んでこのぐらいの金額になるだろうもしくは今のうちに買っておけば何か起こるかもしれないっていう期待感からまだ実体のないお金に対してその市場規模が広がったっていうことなんですよねだから実際にどのぐらいの現金が眠っているのかっていうことをレバレッジ抜きに考えてみたらビットコインにしてもイーサリアムにしても体にしてもまだまだ小さいのかもしれないですよねだからその見極めが誰もできないところがこの恐ろしさなんですよ で、大体の場合は今回の FTX みたいに実際に資金はないのにその資金じゃなくて期待っていう裏付けを持ってですね多くの資金が集まってしまって経済規模ができてしまったっていうのがあの今回のね、事件の根幹にあるんじゃないかなと思いますその実態とバーチャルで見えてる規模のギャップがですねきっと弾けた時に今回みたいなことが起きてしまってあの超大手取引所ですよ、うん、あの2019年に 創立されたまだ若いところだったんですけども世界最大のバイナンスに並ぶくらいの勢いを持ったところだったんですよこの FTX がそれがね一夜にしてなくなってしまったとしかも財務状況は非常に混沌してたっていうねそれを誰にも見抜けなかったってことなんですよもしくは見抜かないうちに売り抜けようと思ったそういった投資家さんの意図が働いていたのかもしれないですよねまあいろいろとありますけどもどちらにしてもこれからもこの暗号通貨の市場っていうのは厳しくも新しく育っていくと思うんですよ そこにチャンスを見出すのかそれとも離脱して今までの形のねビジネスを模索していくのか、まあ、それはもう本当にあなた次第というのかなと思いますよね、うん、くれぐれもまだ含み益中の暗号通貨を自分の資産感定にいらいようにそれだけは気をつけていきたいなと思いますよね全てがね無に消す時っていうのが本当に早いですからねでもこれからどうなるんでしょうね確実にこの FTX の事件においてキャッシュを失った方とかね もしくはそれに膨大な借金をつぎ込んで投資した方もいると思いますので、うん、なんか阿、阿鼻共感、獅子類類というものがね、今あー、目に浮かぶわけなんですけどもね、はい、今後の動きを注目していきたいと思いますそれでは失礼します。